はい、こんにちは。イニメンデのさとめです、こちらは私の営業所なのか、私の部屋なのか、小屋の中の映像です。マイクロゼットマーケットと銘打って、私のね、自分で着てたユーズド品とかサンプル品を売ったりしてましたが、これからはガレージでも活用できる雑貨類も出てくる予定です。ぜひチェックしてください。はい、スターターのワシントンレッドスキンズです。えんじ色にゴールド、黄色のねラインのリブ、王道の色の組み合わせです。サイズ M です。中古なので結局自分で着てるんですが、まあほとんど新品に近いですね。サテンの生地の張りもすごいあるし、まだまだ全然大丈夫な感じです。はい、こちらはスターターのサンフランシスコジャイアンツですね。黒。これ L なんですけど、なかなか新品手に入らなくて商品化できなかったんですけど、中古でコンディションがいいの見つけたんで、L ですけど、手に入れて、自分では1回か2回着たぐらいかな。程度はいいです。汚れとか破れきれないです。どうしても欲しかった理由はこの独特なリブの配色、スタジアンとかなんか作った時に再現するために目の前でサンプルとして持ってきたかったんで、サンフランシスコジャイアンツはずっと欲しかったんですよね。だけど今逆にスタジアンを作る機械とかがもうちょっと可能性がないので、放出ですね。なかなかかっこいいですよ。はい、今回紹介します、ガレージ用品のようなこのクリップライトですね。昔ながらです。通常の普通の電球で使えます。ここで挟んで止めるんで、コードはね、約4メーター50ぐらいあります。で、傘としてクリップランプで使う場合、どこかにこれで止める。それで今回は特別おまけというかね、珍しいグッズです。この、電球ガードで、ここに引っ掛けるとこあります。でね、これね、ここをピッとやって開けて電球交換とかができます。本来のクリップライトのここの部品、蝶ネジで外れます。それでこれをこいつに交換して固定すると、車のボンネットの中で引っ掛けて中を照らすとか、下に置いても電球が当たらないんで、床面から上を照らすとか、まあ、電球のガードになっています。で、このワンセットでの販売です。はい。この次の商品が、靴の保管に活躍するシュートゥイ、シューキーパーです。杉の木でできてます。湿度、あと匂いを取るという効果があって、全体が杉の木でできてるのと違って、ちょっと廉価版なんで、靴にこう入れて、ポンとサイズ合わせます。メンズの8とか9ぐらいのサイズに適用します。今回、パッケージにくっついているのが2つと、ちょっと使った中古3つセットで売りますので、3足用として使っていただけると思います。はい、この商品はアメリカ製、アメリカの由緒正しい、ダーハムというですね、スチールロッカーとか、スチールのファーストエイドキットの箱を作ってる会社のものです。これ何かというと、スプレー缶のラックなんですね。壁に取り付けて、スプレー缶立てておける。これが結構便利。さらには、1個ぐらい開けといて、ガレージ作業してるとき、飲んだジュース置いたりとか、そういうふうにも使えるんで、これはなかなかかっこいいですね。ドープグレーという由緒正しい、やっぱグレーの色で染められております。新品です。